2016年もうしゃがむの面倒したのだったんでしゃがむのはやめてですね、10月の6日ですね、恋愛に役立つゆるふわ番組のグッドルハズです。今回は第4回目です。録画したのは2016年の10月6日です。僕の著者名はグッドゆる博士、恋愛の本を10冊以上書いています。主に女性向けの恋愛指南書ですね。早速ゆるふわ番組を始めようと思います。まず近況、こう耳に怪我をしたって話を多分してませんよね。で怪我をして、でもなんかその耳のかさぶたをっていうのはすぐ取れちゃうんですよね。そのなんていうかイヤホンとかよくするんで、でそれがね、かさぶた取れてついて取れてついてが繰り返されてるんですよね。ここで約2週間以上、約2週間ぐらいで、いや3週間ぐらい経つかな。でこれはね、すごく辛いですね。はい、どうでもいいですね。あとワーキングメモリーの話をします。ワーキングメモリーというのは恋愛にも役立つかもしれない。これ恋愛に役立つゆるふわ番組なんで、ワーキングメモリーっていうのを検索してもらうと分かるんだけど、例えば 1+1 はって言ったら2ですよね。これ一瞬で分かる。 5+5 は10とか分かるんだけど、 3+6+21+82+54引くみたいなことやってると、これを計算してくださいって言うと、結構頭の中に数字を思い浮かべて足したり引いたりする作業が発生するじゃないですか。でいかがなんですか、ゆるふわにね。でそういう時に使われる脳の場所があるんですよ。あるいは脳の機能があるんですよね。それをワーキングメモリーって呼ぶんですよね。ワーキングメモリーっていうのはそういう難しい計算だけではなく、例えばその本当は大好きなんだけど、伝えられないので、好きじゃないふりをするみたいな難しい心のコントロールとか、あるいはその上司からいろいろ言われて辛い時にそれを我慢して仕事をするみたいな、そういう気遣いとかストレスに対応することでもワーキングメモリーっていうのは使われるんですね。これはなんだっけ、ケリー・マクゴニカルっていう人の人生を変える教室みたいな本があるんですよ。40万部以上多分売れていて、そこに書いてあったことなんですけどね。元々だって僕が知ったのは。で問題なのはそのワーキングメモリーというのは筋肉と一緒で、筋肉ってもう走ったりなんか運動したりとかすると疲れて動かなくなるじゃないですか。筋肉痛とかになって、筋肉痛は翌日かもしれないけどもう走れないみたいな状態になるじゃないですか。それと似てると、ワーキングメモリーはね。だから例えば朝はすごくワーキングメモリーは使える状態らしいんですよ。でも満員電車とか揺られてるともうそこでワーキングメモリーを使い始めちゃってるわけです。で仕事をして、先輩とか上司とかに気を使ってるうちにどんどんワーキングメモリーは消費されていって、家に帰る頃にはもう、動けない状態になっているという類のものがワーキングメモリーなんですね。だから例えば何だろう、疲れて彼氏に会ったりするとそれはそのワーキングメモリーが使われちゃってるんで深く考えられなくなったり気を使うことができなくなったりやる気がなくなっていたりとか、そういうことが起きちゃうらしいんですよ。まあ、だからそのケリー・マクゴニカルの人生を変える教室だったかな、まあ、検索すれば分かるけどによると、この検索してる時もワーキングメモリーが使われてるんですよね。ケリー・マクゴニカル、これ双子なんですけどね、ケリーさんともう一人、ちょっと待ってくださいよ、これだ、ケリー・マクゴニガル、スタンフォード大学だったかな。ちょっと書籍はどこだっけ、スタンフォードの自分を変える教室っていうのがあって、まあそれがすごく売れたんですね。でそこにはもう最近流行ってるんですけど、ここ数年流行ってるんですけど、例えば目標があってその目標を叶えるためには努力を続けなくちゃいけない。でそれは昔は今でもそう言ってる人は多いかもしれないけど、意志の力で頑張るとかやる気がないんだよとか言われたりするわけですよ。でも本当、でもその最近流行ってるのは意志力というのも意志の力というのも
いろんな要因で左右されていますよと。上手に使うことで、意志力を保ちながら目標に向かいましょうという、意志力、意志の力っていうのを、まあ、心理学的に上手に扱う方法をこのスタンフォードの自分を変える教室で説いてます、うん、でその中にワーキングメモリー、ワーキングメモリーっていうなタイトルで、名前で、書かれてるかどうかちょっと忘れました。というのもそのワーキングメモリーっていう概念を知ったから、それをいっぱいいろんな本で調べて読んだりしたんで、まあとにかく、ワーキングメモリーが使われた後は意志力を失っていて、やる気がしなくなっていて、あと感情的で、まあろくでもない状態なんですよ。だからその本では、例えば婚活っていうのは朝やれとかね、あるいは重要な仕事ってあるじゃないですか、仕事においても重要な仕事っていうのは、朝やりなさいとかね、頭を使わない仕事をその夜に回せと。なぜかというとワーキングメモリーがどんどん使われていくんで。あと僕とかは重要じゃない会議とかはもうなんかスリープモードでこう聞くことにしてるんですよ。下手に人に気を使うとワーキングメモリーを使っちゃうんで、気を使うのもやめて、あ、この時間帯スリープモードだなと、下手にワーキングメモリーを使わないようにしようっていうふうにワーキングメモリーを分配することにしたんです。なのでその大事な男性とのデートとか、そういうところにワーキングメモリーを使い、人に気を使ったりとか余計なところでワーキングメモリーを使わないようにした方がいいと僕は思います、という助言ですね。だって睡眠不足もワーキングメモリーを使ってしまうので、もう初めから筋肉痛みたいな状態になっているので、よく眠ることはとても重要ですと。なんでこの話をしたか覚えてないけど、したかったのかっていうのは覚えてないけど、多分、このこれ台本みたいなの書いてるんですけど、この台本書いてる時にワーキングメモリーを結構使い果たしてたんでしょうね。はい、次いきます。時事ネタから、あ、じゃあさっきのやつ、ワーキングメモリーのことを考えて、大切な人と会う時とか婚活とか、そういうふうに頭を使う時は、あるいは大事な人にメールをする時とかね、まあ LINE だったらこうかな、わかんないけど、はワーキングメモリーがある時にしましょうですね。はい、次、時事ネタから恋愛を考えるコーナー。ちなみにこの一人で喋るって結構大変なんですよね。だから本当にこっちでもこっちでもいいんですけど、アシスタント募集します。お願いします、来てください。アシスタントの方、SNS で、なんだっけ、グッドウィル博士スペース、なんだっけ、ゼミだっけ、待ってくださいよ、グッドウィル博士、ちょっと待ってくださいね、あれないぞ、ゼミ何かで検索すると出てくるんですよね。あった、グッドウィル博士オンラインゼミ9月15日で検索すると、申し込みフォームがあるので、そこでゼミに参加していただいて、そしてその上でアシスタントをしたいですみたいに言ってくれると本当に嬉しいです。はい、次行きましょう。時事ネタから恋愛を考えるコーナー、じゃらじゃん。9月29日のサイゾーからですね、サイゾーっていう週刊誌ですかね、ゲスの極み乙女のベストアルバム、ゲスの極み川谷のライブツアーの最終公演、12月3日をもって活動を自粛することを発表と。知ってます、ゲスの極み乙女の川谷っていう人が、もう超ベッキー、ベッキーのと不倫をして、でその後の話ですね、まあ、その後、まあ、奥さんと離婚してベッキーとはその距離を置いてるんですけれどもまあ読みましょうか。ベッキーとの不倫騒動で世を騒がせたゲスの極み乙女のボーカル川谷エノン27歳の新恋人としての話題のほのかりんね、19歳が過去に木屋ベッキーと表明していたとしてネット上で話題となっている。こうネット上で話題をニュースにしちゃうんですよね、最近は。まあいいんですけど、29日発売の週刊文春は、川谷が恋人のほのかをかつて元妻と暮らしていた杉並区の別宅に住まわせ、なるほど、反同性生活を送っていると報道。双方の、所属事務所は交際の事実を認めているという、まあ、こんなことがチャラチャラ書いてあって、
彼女を知る人たちは長くは続かないだろうと口を揃えます。まあ、そんなことはいいんですけど、文章によれば本の家は未成年ながら酒好きで、これダメでしょ。2年ほど前から六本木や西麻布の会員制バーに出入り、2人の出会いも川谷行きつけの三軒茶屋のバーだという。まあ、これでその何、ここからこういうニュースがあって、で それからしばらくしてから飲酒をしていたことがバレて、で川谷行きつけの三軒茶屋バーなどで、まあ、川谷が酒を飲ませていたことがバレたんですね。で、その後9月30日にはほのかりんがレギュラー出演中の NHK E テレ R の法則の出演の見合わせが決まった。また10月13日から出演する予定だった舞台ルナロッサに出催するアリーエンターテインメントが自社のホームページでほのかりんの降板を発表と。だからその今言われてるのは詐欺チンだと、川谷が付き合った女は全て芸能人から干されるみたいなね。さあこれをちょっと恋愛に切りたい。あ、まあこれに過去をつけて川谷とは何者かと。で川谷絵音っていうのはセックス至上主義と僕が呼んでいるグループにど真ん中にいます。つまり女性と体の関係を持つことや女性にモテることだけのために生きている男性、朝から晩までそのことばっかり考えている男性だと予想します。まあ、こういうニュースって僕昔芸能ニュースをよく芸能ニュースのコメンテーターみたいなのを やらさせていただいたことがあって、その時はあまり芸能人の言わない、あまり言わない方がいいな。まあいいか。なんだっけ、釘付けっていう番組で、高田純次さんとあと上沼恵美子さんが司会をやっていて、すごいいいんですけどね、この2人は。で、まあ何週間に1回ぐらい呼んでいただいておしゃべりしてたことがあったんですけど、まあ、それ以来こう芸能界のこのニュースっていうのはちょっと気になっちゃう。特にこのゲスの極み乙女なんての川崎絵音なんてもう格好のネタなんですよね。だから僕も気になってもう川谷絵音を調べ尽くしました。はい。でまあ彼はセックス至上主義だと、まあ彼はね国立大学かななんかの、まあ、理系なんですよ。で軽音楽部に入ってるんですよ。音楽やってる人ってなんかね、ちょっとセックス至上主義、つまりモテたい一心でやってたりするじゃないですか。そうじゃない人もいるんですけどね、まあ、そう一つまず思ったと。それからお笑いお笑い芸人も目指していたらしいんですよ。人力車に入りたかったみたいな。お笑いもそうですよね。だからこの2つこう何、音楽家に軽音楽部とお笑い、この何ベンズっていうんですけど、こういうのね、この重なるところってもうモテたいですよね。うん。だからもうこの人モテたいんですよ。もう女大好きなんだよ、すよ。でしかもまあ才能あるんでしょうね、ゲスの極み乙女なんで。僕聞いたことあるんですけどね、CD をそのまだこういう話題になる前に聞いたことあるんですけど、すごくいいんですよね。メロディーもなんかいいし、ジャズっぽい感じもいいですし、なんか新しいし、声も好きだし、まあそんなこと置いといて、まあ才能があると思うんですよ。僕に言われたくないかもしれないけどね。まあでそのセンスっていうのも、モテるためにはセンスを磨くことが重要で、彼はそれも磨いてるんですよ。それ磨くという行為もやっぱりモテたいからなんですよ。でそこでまあね、セックス至上主義の目指すべきところっていうのはね、まあ例えばモデルと付き合うとかね、あるいは最近はちょっと昔ほどの格の高さはないかもしれないけど、客室乗務員と付き合うとか、あるいはまあね、女優と付き合うとか、それを体現してるんですよ彼は。だからもう本当に今から遊ぶぜみたいな感じですよね。これは僕の勝手な予想ですよ。本当は違うかもしれないし、怒られたらごめんなさい。はい、僕の予想です。はい。まあ、とにかくでも僕の予想を裏切らないんですよ、一切彼が。で、じゃあなんで、ベッキーは仕方ないと思うんですよ。なぜかというと、川谷絵音がこういう男だと知らなかったから。ね。しかも彼女は、すごく、まあ不倫は絶対いけないし、被害者の方を考えるととてもじゃないけど許せないってことはあるかもしれないけれども、ベッキーはその、まず知らずに付き合っちゃったんですよね。で、付き合ってから、まあ報道を信じるなら、付き合ってから俺実は既婚者なんだって言われちゃったんですよ。
好きになってから言われても辛いんですよ本当はね。好きになる前に言ってくれればベッキーも違ったと思う。まあとにかくベッキーは知らなかった川谷絵の具が、ゲスであることを、うん、でもこの何コリンだっけ、何コリンほのかりんだっけは知ってるはずなんですよ。知っててなんでこんな風に付き合ったんだってよく聞かれるんですよね。何人かに聞かれました。それを答え言いましょう。まあそのセンスがあって、しかも社会に虐げられている。で彼女ここに僕ほのかりんがいて、僕はゲスの極み乙女の川谷だとしましょう。こんな感じのね、うん、で彼女はなんか、すごく曲が好きだったりする、その僕の曲が好きだったりするとなんか愛を語っちゃったりするんですよね、彼は彼女に。でしかも社会に虐げられているというのは落としやすいんですよ。あとそれからその誰にも今心は開かない、でも君だけに開くよっていうのも心を開き、あの落としやすいわけです。わかります。しかも反社会的な男なんですよ彼は。ゲスの極みとか言っちゃって本当にゲスの極みをやってるわけで、でそれが反社会的な、男性に惚れる女性って結構いるんですよね。なんだろう、これまでの社会的な常識にとらわれない男みたいな。だからゲスの極み乙女の川谷を好きになる人は結構いると思う。それに彼はセックス至上主義なんで、セックス至上主義というのはモテるためだとか女を落とすためだったら何でもするんです。何でもする、嘘もつくし、例えば奥さんと離婚されて辛いってことも落とすための材料として使います。だからもうあらゆることを言うんでしょうね。君のために次のアルバムの曲を作ろうとか、ね、いろいろ言ったんでしょうね。これ空想ですよ、空想なんで、まあいろいろある。だから落ちるだろうなと思いました。はい、また次々落としていくんでしょうね。でしかも落とすと彼は反省するかと思うじゃないですか。いや彼はじゃない、彼は置いとこう、彼を置いといてください。川谷君はちょっとこっち側に置いといて、いわゆるセックス至上主義の不誠実なセックス至上主義のやつらは、つまりそのセックス至上主義っていうのはもう一回定義づけると、頭の中が女性と体の関係を持つことでいっぱいの人で、モテたい、モテたくて仕方がない、仕事をしていても一瞬の隙があればモテることを考える人っていうのは、僕はセックス至上主義、セックスをもう最高にかあの大事だと思ってる人たちと呼んでるんですけど、そのセックス至上主義の人たちは、なんだろうな、芸能人を落としたとかいうのもあのステータスだし、不倫なんていうのも人妻を、まあベッキーは違うか、あベッキーじゃない、こっち置いといて、例えば人妻を惚れさせたとかも、やばかったんだよ、刺されそうになっちゃったんだよっていうのも、あのなんていうんですかね、勲章なんですよ、栄誉なんですよ。なんでまた罪深い俺が女を惚れさしちまったぜみたいな。でこのほのかりみたいなのも、またなんだっけ AKB とか SKR とか分かんないけど、そういう、まあある種芸能人ですね、テレビでも出てた方ですからね、もう、惚れさしちゃった、あるいは酒を飲めないのにちょっと飲ませてやったぜみたいなのも、なんだろう、俺のサバイバルスキル、俺の能力で女を狂わしたっていうのは嬉しいんですよ。だからアホゲスの極みを置いとこう、いわゆる一般のセックス至上主義、しかも不誠実なタイプはそういうのも勲章なんですよ。だから彼は今彼じゃない、その人がその一般的なその、そういうセックス至上主義が27歳ぐらいだとすると36ぐらいまで遊んじゃうんでしょうねと思います。はい、はい、これが時事ネタから恋愛を考える。だからもしあなたがこういうセックス至上主義、こういうじゃない、一般的なセックス至上主義に引っかかったら気をつけてくださいと。ちなみに言っておくと、誠実なセックス至上主義もいます。ちゃんと一人の人と付き合って浮気はしないみたいな。僕は勝手に思っているのは、芸能人で言えば誰だっけ、あの人、論文の厚志とかは、まあ大人になっていることもありますが、誠実な、多分ですよ、これも空想ですよ、セックス至上主義だと思う。反論があるかもしれないけど、でも彼はその浮気はしないと言っているし、多分これまでは浮気はしてないと、あのニュースではなってないですね。まあいや、まあまあ、でも言えることは、その誠実なセックス至上主義もいる、ちゃんと付き合う、浮気はしない、浮気をするぐらいになったら別れるみたいなね。でこういう人たちが落ち着いて
健康的な家庭を築くこともありますので、セックス至上主義が全て悪いというわけじゃないんだけれども、まあ、そういう人たちがいますと。で彼は彼じゃなくて、まあ、いいや、川谷君は多分不誠実なセックス至上主義だと思いますっていうことですね。これがあのこれだと今声が裏返っちゃいましたけど、これがその時事ネタから恋愛を考えるコーナーでした。はい、次行きましょう。もう一個あったかな。簡単に言います。これはあの時事ネタで終わっちゃうんで、一家三人殺害、30代娘を殺人容疑で逮捕、北海道旭川市。これは10月5日のニュースですね。北海道文化放送でのニュースです。まあ、事件そのものは9月ですか、2016年9月、北海道旭川市のアパートで家族3人が刃物に刺されて殺害された事件で、警察は先ほど治療先の病院に30代の娘を殺人の疑いで逮捕しました。この事件は9月13日、旭川市なんちゃらのアパートで、この部屋に住むなんちゃら由美子さん55歳と、なんちゃらさんの、まあ、ちゃんと読みます、溝口さんの両親の八木福七さん80歳と、徹子さん78歳が胸などを複数箇所を刺され、出血または失血して死したものですと。結局これもね、やっぱりね、あの言いたいことは一つ、同じ家に住んでいるから。絶対その、絶対と言ってもいいほど、こういうふうに家族が刺す事件って一緒に住んでます。はい。だから、同性は反対ですと。ストレスとか、もういらないこう、いろんな不満とかがぶつかり合っちゃうんで。でもし一緒に住むのであれば、別の部屋を作りましょう、ね、彼が恋愛で言うとですよ、彼が自分で好きなことをできる部屋を作りましょう、あるいは彼が一人で過ごせる時間を作りましょう、で二人で一緒になる、時間も作りましょうと。そういうふうにこう一人の時間、一人の空間とそうじゃないものができるような、あ、同棲ならばそうじゃない同性よりはちょいマシでしょうと。本当はそれでも同性は反対ですけどね。というのも駆け引きができなくなったりとか、まあいろいろあるんですよ、近くにいるとって。マンネリ化しちゃったりとか。はい、次いきます。恋愛に役立つチップスのコーナー、今から名言を言いますよ。名言、じゃじゃじゃん。あなたに価値がなければ駆け引きなどはできない。うん、価値で、なんだろう、価値っていうのはとても重要だって話ですね。この事実を知ってるだけでかなり恋愛はうまくいくと思います。というのも、僕のところに相談してくる女性の比較的多くが自分の価値のことは考えていないですよ。ちなみに言っておくと、価値というのは全ての人間において絶対的な価値は存在しないと僕は思っています。はい、価値のこと、女を価値で測るのかとか、またあのツイッターとかで言う人がいるんですよ。うん、分かる。それは当事者主義なんでしょうがない。うん、かっこ前回の放送、前回、前々回の放送参照。うん、価値というのは市場が決めます。市場が決める。あるいは相手が決めます。絶対的な価値というのは存在しません。例えばノーベル賞を取ったあるお父さんがいたとしましょう。そのお父さんは家でだらしなくズボラに過ごしているんだったら、家庭での価値は、その奥さんから見た価値は低いんですよ。なぜならば、その奥さんが決めるから。でもその、ノーベル賞を取った、Gネタですよ、これも。うん。ノーベル賞を取った、という意味では、その、それに関連する、まあ、例えば、東北大学だとしたら、まあ、東工大だとしたら、東工大の人たちから見たら価値は高いかもしれない。それはその、ノーベル賞を取ったってことで予算を持ってくるからね。だからその人が価値を決めてるんですよ。だからすごい優秀な先生が家ではなんか役立つとか言われてたりするんです。だから価値は相手が決めるし市場が決める。うん。でもなんかなんだろうな、その、だから価値が分かってない。価値というものがとても重要だということが分かってない女性は恋愛で苦しむと。例えばなんだろう、彼が結婚してくれませんと、どうしたらいいでしょうかって相談してくる人がいるわけですよ。同棲してますとかね。その時に、あなたと彼が結婚して彼に何の得があるんですかって聞いたら、あ、今気づきました、何にもないかもしれませんみたいな、いやいやそこだけだからと、そこだけじゃないんだけど、そこが重要だからって僕は言いたい。
価値なんですよ。であなたが今婚活で相手を探していて、まあ、背の高い人がいいとか年収が高い人がいいとか、あるいは優しい人がいいとか話が盛り上がる人がいいとか、そういうのも全部価値ですから、この人とは結婚できないとかいうのもこの人があなたにとって価値がないからなんですよ。まあそれ以外もある、実はリスクとか他の要因もあるけど、デメリットとかいろんな要因もあるけど、価値を我々は無意識のうちに常に考えているんです。わかりますか？うん。まあこの話はあの僕の文章とか僕の喋ってることをいつもフォローしてる人はまた価値の話は変えようと思うかもしれないけど、これはとても重要ですと。で、価値っていうのは何なのかですよね。うん、価値というのは役割が決める、役割によって決まる、商品名によって決まる。我々は、まあ、特に人に対しては役割に名前をつけてるんですね。これもよく言ってることではあるんですが、例えば母親っていう役割があるとする。そうすると母親っていう役割ならば当然期待していることが我々にはあるんです。だから母親って呼んでるんですよ。母親だったら子育てをちゃんとすべきだ、母親だったらなんだろうな、まあ例えばですよ、これはまあ男尊女卑とかそういうの置いといて、ある人はですよ、母親だったらご飯をちゃんと作るべきだとか、そういうのがあるんですよ。母親のくせにご飯を作らないなんておかしいみたいなのが不満につながるわけです。例えばですけどね、父親だったらお金を稼いでこいとか、だから結婚相手夫には、お金を稼ぐことを期待しているので年収これぐらいが必要だ、これぐらいじゃなければ価値がないと思うので彼は選べないみたいになるわけですね。あるいは、恋人としては楽しかったけれども結婚を考えてくれない彼は価値がなくなるわけです。わかりますか？だからもしあなたが今片思いをしていたりとか、あるいは付き合ってくれている彼が思い通りにならなかったりと結婚してくれないとしたら、彼が例えば、恋人というのは私はその恋人という役割における価値は満たしてるかもしれない、でも私は結婚相手としての価値は認められていないのでしてもらえないかもしれないということを考えてください。で、会社で虐げられていたりとかするならば、会社で社員としての価値はあなたは、ないのかもしれない。だから常に価値を考える。価値がなければ駆け引きができない。価値がなければよく距離を置いたりとか、連絡を、彼から来る連絡に返信をしないとかすると彼がこう引きつけられたりするじゃないですか。距離を置くっていう、僕は呼ぶわけですけど、距離を置くと彼から連絡が来ますよ。でもこれは価値があることが前提なんです。価値がない人間が連絡を絶ったとしても彼は忘れ去ると。ただし言っとくけど、価値がない人間が連絡をいっぱいすると鬱陶しいっていう、今度はリスクみたいなのを背負うことになるんで、やっぱりしない方がいいんですけれども、彼を引きつけるという意味では、価値がなければ距離の駆け引きは意味がないっていうことになります。だからまず価値なんですね。そう、さっきはもうセックス言ってたけど、今度はカチカチ言ってますね、僕は。はい、まあそれを置いといて、だから僕がこのゆるふわな恋愛に役立つ動画を撮っている時も、あるいは前回かなんかに言ったように茂木健一郎かなんかが日本放送でなんか言った時も、期待している人が例えば恋愛に役立つ話しろやみたいに思うなら、あなたは僕にそういう役割をと思っていて、それを果たさないなら価値がないと思って怒るわけです。わかりますか？ということですね。だから常に彼から見て、私はどうすれば価値が得られるんだろう。価値がない、そのまたしかもさ、あのさって言っちゃったけど、一部の女性は私のこと愛してくれない、好きになってほしいとか言って、確認したりするんですね。私仕事好きとか。いや、その前にそれはいいから価値を高めろと。好きに、今好きになってほしいんじゃなくて、あるいは今好き、私のこと好きじゃないんだったら不満とか不安ができちゃうんじゃなくて、そうだったら価値を作る努力をしろと僕は思いますね。で、その価値は何なのかっていうと、その価値は、これ僕はもう調べましたから、皆さん調べなくてもいいんです。調べたというか、自分で研究したというか、まあ研究して、これもよく聞いてる人は分かる、またあれかと思うかもしれないけど、まあ、4つの価値を男性は女性に期待している、女性も男性に4つの価値を期待している、まあ、1つ目は性的な価値、2つ目はパートナーとしての価値、まあ、魅力とかでもいいかもしれない、4つ目は結婚相手としての価値、5つ目が自由を邪魔しないという価値、
この4つ、まあ、これ Google で調べてください。 グッドエラ博士4つの魅力、4つの価値とかで多分検索すれば出てくると思います。今調べてみましょう、出てくるかどうか。グッドウィル博士4つの価値、あれあった、4つの魅力ですね、魅力。グッドウィル博士スペース4つの魅力で調べてみてください。